はい、今回田母神閣下に続いて政治家対談第2弾なんですけど、今回も超大物ゲストが待っていただいてるってことで、なんかすごいよね。大臣ですね。ここすごくないですか。まずいや、そう、今ね、ちょうどその衆議院会館っていうんですかね、大きな建物があって、それぞれの部屋に議員さんの部屋があるらしいんですよ。でそこに今ちょうどお邪魔してて、はい、なんかもう入り口から空港の検査みたいな持ち物検査されて、 X 線検査されてですね、こんなとこに僕来ていいんですかね。結構入るの時間かかりましたね。大丈夫なのかな。今回のゲスト、警察のトップ。警察のトップって言ってました。かまんじゃねえのこのチャンネル。大丈夫ですか。怒られる可能性ありますね。あ、帰る。早速じゃあ行ってみたいと思います。どうも、はじめまして。あ、失礼します。あ、どうも。あ、グーなんですか。グー。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回は松原仁先生に来ていただきました。来ていただいたんじゃないですか、僕が伺ったんですね。先生よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。だからちょっとまだ緊張してきました。松原先生はどういうことをされてるのかっていうのを、まあ、視聴者さんも気になると思うんで、はい、ちょっと教えていただきたいなと思います。庶民派政治家って自分で言っちゃなんなんですが、はい、庶民のために戦うっていうことで、はい、例えばちょっと難しいんですが、はい、税金を下げるための消費減税を訴えたり、はい、そういった活動をしてます。あ、庶民の味方なんですね。庶民の味方。富裕層の敵なんですか。まあ敵かもしれません、はい、そうなんですね。大臣をはい、いろいろされてるということですか。させていただきました、はい、大臣って何だろうなと思って、なんかとにかくすごいっていうのは分かるんですけど、大臣ってズバリ何なんですか。まあ、一応大臣になった時の証明書がこれですね。え、本当だ。これが国務大臣任命するって言って、はい、まあ、天皇陛下の辞意ですね、はい、これが、はいはい、でまあ、大臣になったのは事実で、まあ、大臣っていうのは、はい、日本の国の最高指導部、集団制のね、はいはい、だから会社でいう取締役会みたいなもんですよね。国の取締役会。日本の国の取締役会。でそこで国のさまざまな方針を決めると、はい、で代表取締役社長が総理大臣と。はい、そういうことですよ。でも大臣って日本人何人ぐらいですか。全然20人前後ですよね。じゃ国をまさに牽引してるってことですよね。これはね、非常に気合が入って人生やりがいがあると、まあ、人生の絶頂期ってやつですよ。え、大臣になった時ってやっぱ嬉しいですか。嬉しいっていうか緊張感がありましたよね。でやっぱり本音ベースで大臣まで行くと、はい、ホップステップジャンプで、よし、場合によったら総理大臣目指せるかっていう実感がある。あ、そうなんですね。そもそも大臣になる時点でめちゃくちゃ難しいですよね。いっぱいなりたい人がたくさんいるわけですよね。そうですね。そこは僕の場合は拉致問題やってましたから、はいはいはい、拉致で、まあ、横田さんの、はい、早紀江さんとかね、はい、石倉さんとか親しくしてたんで、はい、まあ、当時の野田さんという総理大臣が、はい、まあ、松原は拉致に関しては誰にも負けないと、うん、拉致問題は一番家族会の皆さんの、まあ、寄り添う形としてやってきたから、おい任せようと。普通だったら大臣なんかできなかったと思うんですよ。でも拉致問題担当大臣っていう極めてその特異な、僕のずっとこの20年近くやってきたことがその評価されて大臣なんだと。あと国家公安委員長。あ、そうですね。なんか警察より偉いって聞いたんですけど、偉いっていうか国家公安委員会っていうのはいわゆるさらばさまざまな治安の問題をですね、はい、扱うんで、その国家公安委員長っていうのは、まあ、事実上の警察担当の大臣ですよね。はいはいはい、だからそれはそれで28万人いる警察官の、まあ、事実上トップと言いますか。え、じゃあ悪いやつ捕まえようと思ったら捕まえれる。まあ、まあそれは自分が勝手にそれやったらダメですから、法律国家ですから。なるほどなるほど、はいはい、だから直接手を下すんじゃなくて手を下す人たちに対して指示を与える。なるほど。そういう立場ですね。で手を下す人たちを教育したりとか、そういうことですか。そういうことです。なるほど、ね、そういうことです。すごいですね。もう経歴が雲の上すぎて分かんないですけど、そもそも、はい、まあ、本当にそれだけ、ね、立派なご実績があられると思うんですが、まず最初にその政治家になろうと思ったきっかけって何だったんですか。正義感強かったんですよ、はいはい、で中学校ぐらいになるとその貧富の差ってあるじゃないですか、はい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 、だから小学校の頃はピンとこなかったけど、中学校になって英和辞典を持ってない友達がいたんですよ、はい、まあ、彼はそのことで馬鹿にされたりとかって、僕は彼に英和辞典を渡したりして、はい、そういうのをやった時におかしいな、なんか社会ってのは不平等だなって、それはおぼろげな政治家を目指すきっかけです、現実的な。ただ実際にはその後、まあ、大学を卒業する時に松下幸之助さんとのすごい僕は
の信頼していて、はいはいはい、で彼の政経塾に入った時に、はい、やっぱりその松下さんがもう政治が一番大事だと、経済も大事だけど政治家しっかりなきゃダメだって言うんで、それで政治やろうかとこうなりましたね。それからじゃあ政経塾で政治を学ばれるんですか、はい、政治ってわけじゃない、政治、まあ政治を志望したって感じですね。政治ってそもそもやっぱ勉強するもん、なんかこれを見てる方で将来同じように政治家になりたいよって人もいらっしゃると思うんですよ、はいはい、政治ってどうやって勉強していくんですか。やっぱりあの一つは信念ですよね、うんうんうん、やっぱり正義感を持って日本の社会をどうしたいとかっていうのは必要なんですが、はいはい、あとはやっぱりその政治の近いところにいるっていうのが大事ですね。その芸能界だってそうじゃないですか、はいはいはい、芸能界の近くにいないと芸能界に入れないじゃないですか、はい、志村けんさんだって付き人をやっていてあそこまで行ったでしょ、はいはい、だから付き人の代わりになんだっていうと秘書をやってるとかね、秘書、そういう近場にいるってことは、いや何の商売でもそうだと思うんだけど、近場にいることによってグッと入ってくるんですよね。松原先生は最初その政経塾で学ばれて、その次はどうするんですか、アクション。あの実は政経塾時代に都会議員選挙に出て落選してるんですよ、はい、もう出ちゃったんですか。出て落選で、その時はね面白いんです。実はあの松下幸之助のこともちょっと話したんだけど、はいはい、あの人ね運が大事だって言うんですよ。だから三崎さん運があるかって聞かれて運があるって言うでしょ。僕も割とありますね、はい、僕もね3次面接で1次試験2次試験合格して、はい、政経塾って当時1000人ぐらい受けて20人ぐらいしか合格しないんですよ、はいはい、で3次面談で松下さんが君運があるかって言うから運がありますって言ったら合格。運があると思ってるやつじゃなきゃ運はないと。で一番日本の中で運があるのは俺だって言うんですよ、松下さんが。それはそうですよ、あのずっとこう伸びてって、で彼が松下幸之助さんが僕に言ったのは、僕は体も良かったと、家も米相場に手を出して破産したと、中学校も高等学校も大学も行けなかったと、それで大阪に出て商会に勤めたと。で大阪で商会に勤めたけれど、それから今思うと15万人の大会社を作ったと、俺は運があったと。でもう一つ言うのが、自分は交通事故に遭ったことがあると。その時松下さんは自分が持っていた自転車に持っていた荷物は全部壊れたと、はい、でも俺は体大丈夫だったと、運があると。だから運の味方なんですよ。で僕が実は都会議員選挙で28歳で落選した時、幸之助さんに会ったんですよ、はいはい、でみんな僕に言うんですよ、松原お前残念だったな、あんなに気合い入れて頑張ってたのに運がなかったなって。でその気でやったわけ。そしたら松下さんに会ったら、お前運があったなって言うんですよ。え、はい、その後こう言ったんですよ、はい、そうだろう、選挙活動半年しかやってない、はいはい、時点まで行った、お前運がある。だから物の見方なんですよ、さっきの、あの確かにそうですよね。だからポジティブシンキングっていうんですかね。で松下さんが言うのは、日本で一番運がある、俺が運があると言って君らを選んだんだから、君ら運がある、どんな苦境に陥っても選挙落選したと思う、運があるんだと。あ、落選してもこれこういう風に見たら運があるんだな。松下さんっていうのはそういう人ですから、それから僕は人に会うとみんな言うわけですよ、松原さんね、あんなにあんた頑張ったのにね、運がなかったな、いや運はあったんです、努力不足でしたと。どういう風にものを見るかで運っていうのはあるっていう風に言えるし、あると思った瞬間にぐっとこう強くなるっていう。でそれで最初落選されて、それでもまだ諦めなかったわけですよね。全然諦めないですね。でじゃあ初当選されたのっていつ頃なんですか。32歳、その次の都会議員選挙、4年後ですか。4年後、運は良かったですね、やっぱり。これも運ですか。運良かった。じゃあ32歳でじゃあ政治家として、まあ、あの東京都議会議員になったと。都議会議員、でも32歳でそうなるっていうのはすごいことなんですか。早いですね。早いんですか。はい、まあ、実際はね2世3世っていうのは、はいはいはい、その25、6で国会議員になったりなるんですが、僕みたいにその全く何もないペンペングさみたいな、はいはい、もう全ペンペングさみたいなやつがなるっていうのはやっぱ早いと思いますよ、32歳。やっぱじゃあ都議会議員って聞いたらね、バブリーな勝手なイメージがあるんですけど、やっぱ給料とかも高いんですか。あの当時は、はい、東京都っていうのはすごい財政があったんで、給料は額面でね100万を超えていたというふうに思いますね、はい、月ですか。月100万ですか。すごい額面。すごいですね。年収1000万超えですか。そうですね、ただあのやっぱり議員っていうのは秘書を雇って地元活動しますから、はい、なんていうのかな、政治資金を別に集める能力がないとなかなか難しいんですよ、はいはいはい、したがってあの秘書を2人雇えば毎月50万、はい、で週にもボーナス払いますから、そういった意味では1000万超えても600万ぐらい人件費。自分のその給料の中から払うんですか。もちろんもちろん、都会議員はね。あ、そうなんですか。あと事務所も借りますから、事務所を借りて15万借りたり、
だから案外カツカツなんですけどね。じゃあこれその一般庶民が思うほどいい暮らしではないんですか。いや毎日僕はあの安い料理屋で、まあ、吉野家とかそういうところで食べてましたよ。本当ですか。本当あのフランス料理なんて食べたこと1回2回じゃないですか。年にないんじゃないかな。都議会議員も吉野家行くんですか。いや僕はあの今も吉野家行ってますけども。まああのそうなんですか。庶民派ですから。でそれで都議会議員でいろいろ活動、はい、活躍されて今度は衆議院に、はい、これステップアップっていうんですか。一般的にステップアップってやっぱり野心ですね。野心やっぱり人間っていうのは野心があるんで、はい、東京都議会議員として分かったことは、はい、国会議員じゃなければさまざまな社会の矛盾は直せない。あ、なるほどね。法律を作るのは国会議員、はいはい、東京都議会議員って条例レベルですから、はい、やっぱ全体のさまざまな議論っていうのは国会議員がやっていくっていうのは分かったん でそういうのは理念的な部分、はい、同時に野心もあるから、はい、国会議員って合わせ合わせですよね、はいはい。で衆議院になられたのをいくつぐらいの。ね、これ2回落ちたんですよ。え、そんなやっぱ受かるのって大変なんですか選挙って。だから2世3世の人っていうのは別ですよ。はいはいはい。やっぱ初代っていうのはきついですよ。何もないところからこうのし上がってるんですから。だから僕はやっぱり庶民派の松原だって言ってるのはそういう意味なんですよね、はい。それからじゃあ衆議院になられて今度大臣に。それは大臣になったのは衆議院やって10年目ぐらいなんですよね。はあはあ、4期目ですよね。そんな簡単にはなれないですね。やっぱりあのというかまず大臣になるってことは、はい、自分が属しているパーティー、はい、つまり当時は民主党、はいはい、まあ、政権取らないとなりませんから。野党だったら大臣になれないんですよ。あ、そうなんですか。そうです。やっぱり与党じゃないとなれない。だから与党に初めてあれ2000何年だろう10年かなんかになったんですね、はいはい、そこで民主党が勝ったわけですね。政権を取って、はい、政権交代、まさに政権交代をして、そうすると大臣や副大臣や政務官になるチャンスが出る、はい、っていうことです。だから政権交代が起こるまでは大臣なんか当選なんかしてもなれないわけですから。ああ、そっか、そういうことですね。最初は拉致問題担当大臣。そうですね、あの最初っていうかだから副大臣は国土交通副大臣っていうのをやらせてもらって、はいはい、まあ、国土交通行政って昔から関心があったんですね、うんうん、インフラっていうの。でその後あの拉致問題、はい、拉致をずっとやってましたから、はい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 、拉致はあの当選1回目の時からやってました。あれひどいんですか。いや、ひどいですよ。例えば、どんなものがあるんですか、うん、中学生の横田めぐみさんが、なんかもういきなり連れてかれるって言ってたんですよ。こういうことはね、ありえないですよね。そういうことを北朝鮮というのはどんどんやって、拉致被害者は今日本の国が公式に認めてるんで17人ぐらいいますが、はい、もっといるんですよ。それはもっといるんですか。もっといる、もっといる。何人ぐらいいるんですか。まあ、直感的には分かりませんが、はい、5、60人は超えるんじゃないですか。その拉致問題 その大臣はどういう仕事をするんですか。やっぱり北朝鮮のエージェントと接触するんですよ。直接じゃなくてね、接触して情報を取ったり、はい、そして解決に向けていろいろな活動をするわけですね。あまりあの細かい部分はやっぱり言えないですけど、はいはい、他にはどういうことをされてるんですか。やっぱり議員っていうのは政党の中で活動するのと別に、はい、自民党、公明党、民主党、与野党を交えて議員連盟っていうのをやるんですね。議員連盟、まあ、俗に超党派、ちょっと難しいですけど、全部の政党が参加して、じゃあ e スポーツの問題やりましょうとか、はい、犬猫殺処分ゼロをやりましょうとかっていう、そういう議員連盟があって、はい、面白いところで爬虫類の市民権を獲得するための議員連盟をやるとか、まあ、いろんなそういう議員連盟、僕はね20個ぐらいやってるんですよ。20個ですか。20個ぐらいやってる。だから議員連盟だけで事務所は天敵前ですよ。じゃあ一つ一つだって大変ですよね。大変ですよ。まあ大変って言っても、議員を集めて周囲分作って立ち上げて、そこにその例えばあの動物愛護であれば環境省の同愛か動物愛護課の人を呼んで、例えば犬猫の問題を議論するとか、そういうことですね。今あのちょっと難しいですが、動物のアニマルウェルフェアっていうのが言われてまして、アニマルウェルフェア、そう、人間の幸せだけじゃなくて動物の幸せも考えろっていうね、まあ、でも素敵ですね。僕もあの動物を
例えば殺して食べる場合も普通がない殺し方を考えなきゃいけないとか、まあ、そういうことをこの動物殺処分ゼロおよびアニマルウェルフェアで作っているんですね、はい、そういったその議員連盟でいろいろなんかねそういう問題提起して活動されるとやっぱ変わるもんですか？変わります。変わります。変わる、これは変わる、まあ、オンラインゲームっていうのは今ありますよ、はいはい、e スポーツってやつですね。これ e スポーツはおそらく近い将来オリンピックのメダル競技になるだろう。なりますか？なる。すごい、めちゃくちゃいいこと聞きました。じゃあなる、今企業は e スポーツに注目して、ね、投資してるところも増えてますけど、もうそれを見越してやってんじゃないですか。あ、そうなんですね。ただ e スポーツのスポーツジムを作ろうっていうとゲームセンターとパッと見同じなんですよ。あ、そっか、そうですよね。今学校もクラブ活動で e スポーツのクラブがあるんですよ。そうなんですか？ある、ある。だからその e スポーツのクラブがあるから、この e スポーツのクラブがある以上はいわゆる風営法の対象としてのそのゲームセンターと e スポーツのアスレチックジムみたいな、まあ一見同じゲームセンターだけど違うんだと。例えばそういうのは警察が判断するわけですよ。あ、なるほど。じゃあ普通今そういうジムを作ろうとしたら要はゲームセンターみたいなのと同じ扱いになるってことですか？そうです。だからしたがって、いや今だいぶ変わってきたんですが、はいはい、要するに学校があるのの500メートル以内作っちゃいけませんよとか。でも学校の中で e スポーツのクラブがあるんだから矛盾じゃないですか？はい、矛盾してますね。だからそういうことで風営法の扱いをゲームセンターと e スポーツのトレーニングジムが違うっていう風な形にして、それは学校の近くに作ってもいいですよ。はい、こういうのはやっぱり政治家が動かないとできないんです。それって今 もうなってるんですか？まあ、その方向でちょっとその最終確認してませんが、もうそういう方向になってるはずですよ。それはじゃあ松原先生みたいな方々が議論して推進していって変えていくんですか？いや、私がやったんですよ。すげえ。e スポーツの選手って来るじゃないですか、韓国とか。はい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 、その人たちは工業ビザでしか入れなかった、はい、でそれをですね、いいじゃないかと、俺も野球の選手だってみんなねアスリートビザで入ってんじゃないかと、e スポーツの選手もアスリートビザで入れるようにした。はい、これ全部私やりましたから。政治家ってすごいですね。やっぱりそれは法律作るわけですから。だから今の e スポーツなんかかなり、まあ自分で言っちゃなんだけど貢献してますよ。でちょっとまあ、はい、視聴者さんが気になってるところだと思うんですけど、はいはいはい、もうちょっとこのチャンネルストレートに聞いちゃうもんで本当恐縮なんですけど、うん、いやいやいいんです。大臣とかそれだけね、いろんなご経歴がある先生ってやっぱ給料めちゃくちゃもらってるんじゃないかなってやっぱ思うんですけど、はい、お金事情ってどうなんですか？ぶっちゃけどんくらいなんですか？ちょっと、ま、無理を承知で言うんですけど、ちょっとこんなこと言うと怒られるかもしれないですけど、明細とかって見せてもらったりできないですか？ちょっときついな。まあ、ちょっとでもほらやっぱみんな気になってると思うんで。どうしても見たい？見せてくれるの見たいです。ちょっとね、制作スタッフに聞いていきますよ。わ、はい、かりました。はい。いやいや。そんな。いいんすか？見たくないですよね、そんな。絶対めっちゃもらってますよ、だって。まあじゃあ特別ですよ。特別いいんすか？持ってきてくれた。今回ドッキリ。こういうことはしない。めちゃくちゃいい人ですね。いやいや、もうオープンな政治を目指してますから。オープンな政治。はい、実はですね。これ公開したことあるんですか？私はないですね、はいはい、でここですね、去年の4月と、はい、今年の1月と、はい、7月と3つあるんですが、はい、まあ、実は今年になってというか、はいはい、コロナになって、はい、給料が減ったんですよ。だからなんでですか？やっぱり国民の皆さんがコロナで疲弊してるのに議員が満額もらってちゃいかんじゃないかっていうね。あ、じゃあみんな減ったんですか？みんな減った。そうなんですね。そのこれちょっとじゃあそのまま見てください、見てください。見て、本当にいいの？緊張しますね。カメラ落として大丈夫ですか？はい、いいです。じゃあこれコロナになる前から？なる前、なる前、はい。いいですか？本当に開けますよ。はい、どうぞ。おお。思ったよりも、いや、すごい、まあ、いい金額だと思うんですけど、なんか思ったよりですね。そうです。そんなことあります？ちょっと、こちらいいですか？令和3年1月ってことは、コロナになって。後で減額されてる。減額されたという。はいはい。こんな下がるんですか？そうですね。手取りはもう非常に減ってますよね、ご覧いただいて。はい。なんか60万前後ですよね。はい、60万ないっすよ。だから非常に減額されてるってことですね。電話料6万円高いっすね。まあまあいろいろと
かかりますよね。ただあの政治家の場合はですね、あの文書交通費っていうのがあるんで、はい、チラシとかをこう発送するお金っていうのはこれは別に出るんですよ、毎月、それなりの。ただこっちもいいですか。はい、これ同じですね、はい、大体同じだと思います。あ、本当だ。リアですか。リアです。で、三崎さんね、それだけじゃないんですよ、今持続から持ってきたんですが、それに議員連盟、さっき言ったいろんな議員連盟があるじゃないですか、はい、議員連盟こんなに入ってるんですよ、こう。本当だ、はいはいはい。で、議員連盟こんなに入ってると議連っていうのはお金を請求するんで、議連、あ、会費みたいな、会費、毎月の会費だから毎月12万なくなっちゃう。12万かかってる。え、12万かかるんですこれ毎月。だからそこの60万からこれさらに引かれるんですよ。だから存外窮乏生活ですよね。ただあのいわゆる今申し上げたように、例えば活動してる中での活動費はその文書交際費っていうのはありますから、それはそれであの一定賄えるんですが、だからそんな贅沢は基本的にしてないですよ。まあ、元々質素倹約 OK です。それで先生何時間ぐらい働くんですか、1日。朝だいたい6時50分から9時近くまで、毎朝駅で街頭演説。じゃあもう実像で14時間とかですか。それはやりますよ。なんか僕 今までその政治家の人ってちょっとぶっちゃけちょっと 楽そうだなと思うところもあるし、すごいお金もらってるのかなと思ったんですけど、うん、いや今こうやってお話聞いて、あ、全然違うんだなって思ってびっくりしました。僕みたいに雑草のようにゼロからやった人間は毎朝街頭をやってますから、ええ、2世3世の方はもう全然やる必要ないですけど、ゆったりと構えて。いやいや、でもやっぱり一代でやるってね、経営もそうだと思うんですけど、やっぱり創業社長はすごいじゃないですか、2代目3代目だから。あのこの間総理辞めた菅さんだってあの年で駅頭を時々やってるんですよ。これはね、驚きかもしれないけど、まあ、総理の時はどうだったか分かんないけど、菅さんがやっぱり月に何回か駅頭やってたって、やっぱりね、ゼロからの人間はそうやっていかないと持たないんですよ。なんで先生そんなにね大変な思いをされて、それでもやっぱ政治を頑張るんですか。やっぱりあの気恥ずかしいですけども、日本の国が好きだし日本の国を愛してるから。本当ですか。本当ですよ。じゃなかったらもうちょっとあの楽な商売もあるんじゃないかと思いますよ。いや、そうっすよね。いやでもぶっちゃけ僕そんなに正直政治にすごい関心がある方ではなかったんですけど、先生こういろいろ話を聞いて、なんか政治にちょっと興味やっぱ持ってきました、前より。多分これ見てる方もね、若者とかって今政治ぶっちゃけあんまり興味ある人少ないと思うんですよ、正直、うんうんうん、でも関心持った人いると思うんですよね。ありがとうございます。いや、で若者がもっとね政治に目を向けたら日本もっと良くなるのかなって、僕も一国民として思うんですけど、先生それってどう。いや、西崎さんの言う通りですよ。そういう風な政治にしなかったらダメだと思うんですよね、うんうんうん、だから僕はその意味では大学生とか若者の皆さん、女性もそうなんですが、ええ、そういう人と時々腹を割った話をしてます、ええ、あのこの間も一回やりまして、ええ、皆さんは何を一番不満に思ってるかっていうとですね、はい、これあのそれチラシにしたんですけど、ね、はい、これ、はい、まあ、これ見ていただくと分かるんですが、はい、まあ、これは現役の大学生なんですが、ええ、まあ、大体認識は同じだと思うんですけど、はい、まあ、学費を減額しろと、はい、いうふうなことは当然これ入ってきますね、学費。学費を。学費。アメリカなんかもひどいですからね。ただそれ以上に若い人が社会で活躍できるようにしろよと。いや本当ですよね。あの国会議員も、まあ、僕があの若くないのに言うのも変な話ですが、はいはい、まあ、全体のじゃあ女性をね、はい、30% にしようとかって話があって、はい、でまあ、ちょっとこうオーバーラップするけど、若者の比率も国会議員の 30% にしようとか20% にしようとか、そういうものを法律で決めていかないと、日本という国は、うん、なんていうのかな、そういう改革がなかなかできないんで、うん、やっぱ長老支配の社会を脱する、うん、そうやって若い人が発言力を持ってやるぞとなれば、はい、だって明治維新だって当時20代30代ですよ、うん、でその後の終戦後の日本だって20代30代やっぱり20代30代の当時の若者がいきなり権限与えられて頑張れよってわーって言ったでしょ。やっぱり若い人をそういう舞台に入れる、国会議員の 20% は若者じゃなきゃダメだと思う。そういうのを法律で決めてしまうことが僕は一つあると思うんですよ。そうしないとなかなかですね、若者の政治参加や活力のある日本が
でうちの息子が実は今22歳なんですが、感性が違うんですよ。その新しい感性が新しい時代の常識ですから、僕らの常識はもう新しい時代の非常識なんですよ、まあ、だからといってじゃあお前もどっか行けって言われたって、それは私も生きがい持って活動しますから。でも若い人の感性を僕らが理解をする、はい、尊重する、はい、そして若い人が国会議員でも 20% とか参加できるようにもう決めてしまうということは、僕は存外ですね、世界の潮流から見たら必要だと思いますよ。先生、これずっとこのまま政治家として活動されるんですか？政治家っていうのは選挙の先例がありますから、はい、選挙で当選しないとさまざまな議員としての活動はできなくなる。あ、そうなんですか。あ、選挙で変な話落ちたら終わりなんですか、それで。まあただの人ですね。ただ政治を志して続けることはできるけれども、はい、国会議員のポジションがなければ、国会議員として例えば e スポーツの問題とか、その犬猫の殺処分ゼロの問題とか、はいはい、それに関わることはできないですね。僕らそれができるのは国会議員で活動して、同志の国会議員を集めて、はい、どうだってこうやるわけですよ。アスリートビザにしても何にしても。だから国会議員を続けるっていうのはやっぱり大切なことっていうか、まあ、僕としては大事なことですね。でも今選挙っていつなんですか？もうすぐなんですよ。10月の31日なんですよ。10月もめちゃくちゃすぐですね。もうそうなんですよ。すぐなんですよ。何年に1回ぐらいあるんですか？まあ、衆議院議員っていうのは解散があるんですが、まあ、4年に1回以下ってことですね。ちなみにポスターとかいろいろ街に貼ってあるじゃないですか、はい、先生のそういうのあるんですか？ビラっていうかポスターっていうか、まあ、実はゲラの段階ですが、はい、あるんです。これおいい男でしょ。赤ですね。赤が燃えるんですよ。赤が燃える。これ何枚ぐらいするものなんですか、ポスター？ポスターですね、大体一つの選挙区で600枚ぐらい、うん、ただ選挙期間中には今これ持ってますが、他に英前版の大きなポスターがありますね。その英前版の大きなポスターは1000枚、それは証書をつけてどこにでも貼れるっていう、まあ、許可取らなきゃダメですよ、で、あれ貼るのは選挙の人がやってくれるんですか？いや、違うんです。自分たちで貼るんですよ。自分たちで貼るんですか？全部自分たちで貼るんですよ。だからそういう人たちを動員できない人は赤棒に頼んだりね。赤棒に頼むとなんか2日目まで入っちゃったりしてね。あ、そうなんですね。結構じゃあアナログなんですね、選挙って。アナログですよ、アナログ。あと、そう、さっき秘書の方にいただいたんですけど、このチラシもあって、ちょ、気になる言葉があるんですけど、1000万以下の所得世帯は所得税免除って書いてあるんですよ。これはですね、はい、党の方の公約で出していて、私もこれいいなと思って一面に使ったんですが、はい、まあ、要するに1世帯あたりですから、はい、お父さんが年間600万で、はい、お母さんが300万、はい、1000万到達しないから、その家は所得税免除っていうね、こういう大胆なことをやらないと。今コロナで大変じゃないですか。大変です。コロナ不況を乗り越えるにはこういうことしなきゃいけないって言ってね、まあ、目玉政策で出してるんですね。ってことはじゃあ、はい、格差がなくなるって、うん、格差っていうよりはとにかく所得が十分じゃない人を守らないとダメになる、うん、なるほど、はい、富裕層がたくさん払うことですか？まあ、そういうことですね。結構払ってるんですよね。そうなんですよ。でももうちょっと頑張ってほしいと。いや、結構頑張ってるんですけど。いや、美咲さんもうちょっと。いやー、ちょっともうちょっと富裕層に優しくしていただけないですかね。そうですね、景気良くなったら景気良くなったら景気が良くなったらそれはいいんだけど、はい、じゃ、先生がこれ政治家としてじゃ活躍されるとこうなっていく可能性があるところですね。これやりますよ。 あと消費減税もやりますよ。やっぱりね、戦う庶民派ですから。複雑な気持ちでいっぱいです、ね、大丈夫ですか？わかんないです。大丈夫かな、はい、いや、でも本当今日お話聞かせていただいて、はい、もうびっくりしました。やっぱ本当にこれ YouTube 最近やって思ったのが、はい、ネットの情報とかであそうかなって勝手に想像するんじゃなくて、こうやってお会いして話を聞くとなんか真実っていうか、なんかその人の本心、人柄っていうの見えてくるなって思いました。僕だから最初来る時どうしようかなと思ったんですけど、先生とお会いできてよかったです。本当ファンになりました。ありがとうございます。選挙、はい、僕は行けないんですよね。あれ、どこに住んでます？僕渋谷区です。惜しい。惜しいですか？惜しい。品川と大田区。品川と大田区、はい、それからあと伊豆七島と小笠原、はいはい、見てる人いたら、はい、ぜひともこのおじさんに一票。これ見てる方で該当する区の方はぜひ選挙に行かない人も多いと思うんですけど、これを機に行ってみてください。なんか政治ってそんな悪いもんじゃないなって僕も今お話聞いてて思いました。ということで、いろいろ勉強させていただいてありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。